またまたやってきちゃいました沖縄予算10万円で、うん、とにかくでかい魚仕込んどいてくださいって言ってます。10万はい。うわーでっかい。これ今朝取れた120でけえ。いやいやいや、ちょっと雨すごいな。雨やばいっすね。桜にこれ、うわ、めっちゃいいよ。うまっ。皆さんどうも、はやみです。さあさあ、またまたやってきちゃいました沖縄来ちゃった久々な感じしないですか？久々な感じしないでしょ、はい、この間もちょっと過ごしましたけど、はい、今回はこの沖縄なんですけれども、舞台がで沖縄の食材って言ったら何がある？アグー豚とか、うん、まあ、ゴーヤとかその食材だったりとか、ね、もちろんいろんなものはあるけれども、やっぱこの一緒にさ、山と海。でも今回ちょっとテーマ海で行こうかなと思います。で、海のものといったら魚ですよ。沖縄の食材、その魚っていうのは、まあ、知ってる人もたくさんいると思うんだけど、なかなか見れないような珍しい魚の種類、青いお魚だったり真っ赤なお魚だったり、こんな大きいものとか、いろんなタイプのものがあるんで、今日はその珍しい魚、ちょっと変わった魚を使って豪快に料理していこうじゃないのっていう企画です。いいです。ということで、魚はね、お願いしてるんだけれども、はい、どうだった？協力してくれた自治体があります。おー、自治体さんに、はい、それとありがたい。ご協力願えませんか？ちょっとバカな発注なんですけど、はいはいはい、予算10万円で、ああ、とにかくでかい魚仕込んどいてくださいって言ってます。予算10万で、はい、おー、でかければでかいほどいいんで、10万までなら払います。大きい魚は結構いい値段しますからね。言いました。で、今日はそれ連絡はまだ取ってない？今日まだ連絡取れてなくて、うん、当日の漁次第とは言われてます。なるほどね、はい、まあ、確かに魚っていうのはね、その日にね、何が取れるかっていうのはわからないから。そうなんですよ。だからもしかしたら これぐらいかもしれないわけでしょもしかしたらこれで10万？マジで言ってる？いや、どれぐらいがいい？俺これぐらいがいいな。あ、まあ、これぐらいを俺は想像してる。いや、そのぐらいがいいですよね。だといいなと思ってます。だって10払う。そうです。予算10ですか？予算10。引っ張ってこれましたね。はい、引っ張りました。ありがとうございます。頑張りましたね。頑張りました。よし、市場行くか。はい。さあ、じゃあということで、もう早速こちらの小木戸鮮魚店。ちょっと待ってください。今僕見てきたんですけど、はい、ちょっとヤバいかもしれない。どっちのヤバい？まあ、どっちの意味かわかんないですけど、ちょっと見てみます。もう入ったらすぐ言います。マジで？ちょっと俺も今一瞬見えたこれヤバいよヤバすぎて帰り間に合うかなって感じちょっと見ましょう。どうもすいません。すごい。いやー、いいのが入りました。すみません、よろしくお願いします。ありがとうございます。なんかすみません、無理な。いえ、大丈夫です。うわー、でっかい。これ今朝取れた？今朝釣りに上がって、釣りに上がって、これ浜鯛、赤町という。なんで赤町っていうの？赤町っていうのはもうこっちの沖縄ならではのお魚なんです。沖縄の三大高級魚の沖縄です。赤町マコですね。うん、3つあるんですね。これでグラムはどれくらいですか？ 9.3 グラム。 9.3 ですか。いやー、すごいなこれ。ちなみになんですけど、これどのようにして食べたら美味しいんですか？あ、お刺身。あとムニエルとか。あ、ムニエルとか。ここには沖縄の人は塩煮が多いです。塩煮。塩で味付けして煮尽くします。塩で煮る。はい、なんかバーベキューみたいにやろうと思うんですけど、普通に焼いても美味しいです。大丈夫です。普通のバーベキューを実際からやらないんですけど、はいはい。まあ、でもこちらではもう高級魚。ちなみにこれでおいくらになります？3万弱です。でもいい値段。この大きさでこれはもう
ありがたいですよ。ありがたいっす。わかりました。じゃあすいません、今日はもうこの上がっためちゃめちゃ大きいと思う赤町、はい、これをちょっといただきます。トロトロして、内臓を出して、あ、いいですか。そしたら結局なので、はい、はい、ありがとうございます。いや、赤さんいけます。うわー、安いよ。この鱗を取るのが大変なのよ。そうですね、鱗一つ一つやっぱ大きいですね、大魚だから。ちょっと測ってみようかな。はい、ここまでを入れると、120あったの。10キロ級の、10キロ級の、パンパンだな。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。大丈夫ですか。はい、おー、重いな。じゃあこれを使って料理していきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。よし重いなこれ。え、なんで持ってくんねんだよよっしゃー、来た。さあ、じゃあということで、赤町、とても巨大なものを購入しましたので、これを使って料理していこうと思います。はい、これからね、この魚をね、さばいていくんですけど、ここを特別になんかね、貸してくれたんだよね。そうです。普段バーベキューとかできるところなんですけど、うんうんうん、今回特別にちょっとこういうちょっとプライベートっぽいところを貸していただきまして、うん、いや、ありがたいね。はい、感謝感謝で、もう嬉しいです。しかもこんなね、気持ちのいい場所で、うん、こんな大きな魚がさばけるんだよだけど雨降っちゃってるからね。ちょっと降っちゃいました。どうなってんのよっていうまあこれもこれでまた味なんじゃないかなと思うんで、まあなんとか綺麗に取れるんじゃないのかなと。そしたらじゃあさばいていきますか。いや、立派だな。これでもさばけるよね。さばけます。さばける、さばける。これほら、鱗、もうママのおかげでね、綺麗に取っていただいて、その1枚っていうのが結構大きいの、うん、俺もせっかちだからパーって簡単に切っていっちゃう人だから。ちょっと切っちゃうかな。しっかりしてる。腹びれのところをちょっと切っちゃおう。よし、うん、もう思いっきりいっちゃうからね、これ入る。お、入った。すごく大きいからさ、やりがいあるねこっちの骨のところがやっぱしっかりしてんだよな。身が厚いな、やっぱりな。すごいっすね。これ何人前取れるんですかね。え、結構ちょっと真ん中まで行こう。緊張するわ。いや、思ったより大きくてお腹と背中で切ればよかったかな。これはもういっぺんにこうやって切っちゃうから。うん、よし。二枚おろし的なことですか。二枚おろしっていうと、ガニおろし。簡単にパッと切れちゃう。で、骨のところにちょっと残るんだけど、それは俺はよくこそげ取って、タルタルにしたりとか。へぇ、結構音すごいね。雨、結構雨なんで、海も荒れてきましたね。よし、おお、いった。
でかっ。でかっ。完全に綺麗にさばけたし。よし。よし。めっちゃでかいな。これどうすっか。てかお母さんは煮ても焼いても美味しいみたいな、ね。塩煮にしたらうまいっていう話もあったし。もう見た目からしてももう厚みがあるっていうのが分かるよね。だいぶがっつり食ってるな。だいぶがっつり食ってます。いやいやいや、ちょっと雨すごいな。雨やばいっすね。さすがにこれ、外じゃちょっと焼けないから、作れないから、ちょっとそこ、屋根付きのところちょっと貸してもらいましょう。借りましょう。OK、移動しましょう。よし、移動だ。海もめっちゃ荒れてきてますよ。さあ皆さん、ということでね、もうまだ雨は降っていまして、でも本当大変だったんですけど、手伝っていただいたおかげでこっちに移動することができて、また料理が再開できるという、あと計算しとけよお前。海の方がいいかなと思って。そうそう、まあ、ということでね、切り替えますけれども、はいはい、とりあえず切った後だったんで良かったです。ここまではラッキー、うん、でここでちょっともう簡単に塩、こしょう、まあ、これはね、もうこのままシンプルにちょっといただいちゃおうじゃない。もう新鮮なんだよね、カルビ。あ、でっかくない？やばいよね。それで半身っすもんね。それで半身。よし、そしたらこの鉄板で焼いていくんだよ。じゃあちょっとファイヤーをお願いします。もうじゃあ半身は一気にこのまま焼いちゃうって。半身はね、このまま、こういう大きいやつはね、細かく処理していくのもいいけど、まあ今日時間の都合もあって、ちょっともうこのままシンプルに半身切ってそれを焼いちゃおうかな。で全部丸々一気にやろうかなと思ったんですけど、今日皆さんにはね、いただいて、ここまで協力してくださったんで、ああ、なるほど、なるほど、させてもらえたら、はい、どうしましょう。こんなお気持ちですか。こんなお気持ちですか。よし、じゃあ巨大赤町焼いちゃいます。鉄板も熱々です。ほらほら。これをね、どうひっくり返そうかっていうかな。もう魚ながらもこのまんまシンプルに、ここで完成させようかな。おお、いいですね。そうですね、香り、うん、表面でこんがり焼いた方が好きだから。ここまでできるから、でかいからな。いきます。おい。うわー、すげえ。また綺麗に焼けていいね。綺麗ですね。うん。これで巨大アクアパッツァとかもやりたいな。できそうっすね。ねえ。よいしょー。うまそう。うまそうだ。ちょっとだけ醤油かけようかな。うわ、めっちゃいいよ。じゃあできた。完成。赤町醤油焼き。赤町の鉄板焼き完成。いいね。いいっすね。いいね。これテンション上がるわ。完成です。さあということで、これ食べやすいようにちょっと切ってっちゃおうかな。いい、切っちゃうよ。はい。結構ずっと切れる。ずっと切れる。ちょっとね、ステーキがね。うわぁ、めっちゃ贅沢。今日はね、骨抜きのやつもピンセットとかないから、そう、そういうのあったらまた抜いたりもしてる。でも今回これ外で作るのはこういう形で豪快でいいんじゃない。いいですよね。いただきます。うん、うまっ。ふわふわよ。うん、さっぱりしてて甘みがちょっとあるんだ。うん、うん、
くどくないんだよ。まあ大げさかな、ちょっとなんかホタテを食べてるみたいな、弾力、弾力と肉質、ふわっとしてるの。またこの赤町ちょっと注目してみようかなと。そうですね、今まで取り扱ったことないっすよね、エムズでは。多分エムズではないんで、こんな大きいの、サーモンは昔ね、あったんだけど。ああ、でかいやつ。過去のね、あのサムネを見てもらえれば、はいはい、大きい巨大のサーモンをね、軽くさばいてるのね、お見せしたことはある。これは初めてだね。ちょっと面白かったので、また次回もやってみようかなと思いますし、で、あとこれは、はい、皆さんもよかったらぜひ作ってみてください。そんなに手に入らないだろう。あ、またちょっと巨大魚か巨大肉シリーズやっていきたいと思ってるんですけど、どうですか、早見さん的には。また違ったテイストの巨大なものを使って面白い映像にしていきたいなと思います。じゃあちょっと頑張りましたので、皆さんもぜひぜひまたお付き合いの方お願いします。ありがとうございました。これプレゼント。はい、めっちゃ美味しいです。